メアリー・ヴィクトリアと最初の夫・アルベール。新婚当時の写真メアリー・ヴィクトリア・ダグラス・ハミルトンは、イギリス出身の貴族女性、ソーシャライト。モナコ公、アルベール一世の最初の妻、後、ハンガリー貴族のフェシュテテチで取るコこタシローの妻。スコットランド貴族の第11代ハミルトン公爵と、その妻で、バーデン大公カールの娘であるマリアマーリエの間の第三次。 長女として生まれた。母方の祖母は、フランス皇帝ナポレオン一世の幼女、ステファニー・ド・ボアルネであり、従って、当時のフランス皇帝ナポレオン三世とも、親戚関係にあった。1864年に、長兄の第12代ハミルトン皇爵が、フランス貴族のシャテルロー皇爵に助爵されるなど、ハミルトン皇爵家は、ナポレオン三世から朝遇を受けていた。 1869年9月21日にマルシェにおいてモナコ公、シャルル三世の長男アルベールと結婚した。夫妻は間に一人息子のルイを設けたが1880年に離婚した。教会法による婚姻無効の宣言は同年1月3日に出され、法律上の離婚は7月28日のシャルル三世の直令により最終的に成立した。 アルベールが即位する前に離婚したため、メアリー・ベクトリアは、モナコ公妃にはなれなかった。1880年6月20日に、ブタペストにおいて、ハンガリー外相などを務めた、政治家フェシュテティチ・ジェルジ伯爵の長男であるフェシュテ,ティチ・タシロー伯爵と再婚した。夫は1911年に公爵に昇爵している。公爵夫妻は本邸であるバラトン湖範のケスト兵の、 フェシュティ地上とその庭園の改装や拡大を進めた。メアリー・ヴィクトリアは、兄のハミルトン公爵や、兄の友人である、ウェールズ公を品格として、ケスト兵の城に迎えた。メアリー・ヴィクトリアの子孫には、モナコ公、アルベール二世、ドイツ人女優のイーラ・フォン・フィルステンベルク、メキシコ人、スキー選手のフーベルトゥス・フォン・ホーエン・ローエ、チェコ共和国外務大臣、カレル・シュバルツェンベルクらがいる。 最初の夫アルベール一世との間に息子を一人、儲けた。二番目の夫フェシュテテチでトルナ公爵との間に一、南三女の四人の子女を儲けた。ありがとうございます。